ホドヘ機構は、新末民初の海軍軍人。孫文らの南方政府を支持した人物である。字は、久し慶。号は玉堂。父はアメリカで商売を営んでいたが、1871年にサンフランシスコで死去したため、ホドヘ機構は棺を守って帰国した。15歳の時に、馬光潜水局の水師学堂で学び、卒業後は海軍で順調に昇進している。1894年、ホドヘ機構は、越韓両隊に任じられ、黄興、江津、江平の3艦を率いて北上した。日清戦争が勃発すると、当初は交尾を命じられたが、ホドは自ら李鴻章に志願して、最前線に赴く許可を得ている。しかし大東溝において、日本側艦隊との戦闘中に負傷してしまった。翌年2月、イ海英において、北洋艦隊が覆滅され、清の敗北に終わると、ホドは官職を解かれて帰郷している。帰郷直後に、ホドヘ機構は、交中会を組織していた孫文と出会う。孫文と、すでに入会していた弟のホド、慶光の勧誘を受けて、ホドヘ機構も、交中会に加入した。しかし、同年10月、交中会の蜂起が失敗して、ホド、慶光は殺害されてしまう。ホドヘ機構は、マレーシアのペナン島へと逃亡したが、しばらくは革命派との関与を慎むようになる。1896年春、李鴻章が欧州へ向かう最中にペナン島に立ち寄ったところ、ホドヘ機構と対面して再任官を進めてきたため、ホドもこれに応じた。5月、李鴻章は英国で建造中の海天、海旗の2艦の統率をホドに委ね、ホドはこれを率いて帰国した。帰国後は北洋英務所改弁。船政治市長を歴任する。1909年、巡洋艦大統領に任ぜられた。翌年冬には海軍部第2師師長に任ぜられる。1911年6月、ジョージ5世の戴冠式に際して、世子の始めぶりに副使として随従した。戴冠式終了後は、ホドは艦を率い、南北アメリカの各国に寄港してから帰国している。辛亥革命勃発当時、ホドヘ機構はまだ海外にあった。後手薫ら革命派の帰国要請もあったものの、実際の帰国は1912年夏となってしまう。その時には、すでに、劉慣友が海軍総長の地位にあったため、ホドはこの状況を見て辞職し、上海に引きこもってしまった。遠征外はホドを放置しようとせず、翌年には海軍高等顧問として招聘した。さらに陸海軍大元帥統率弁事所参議に任じている。しかし1915年に燕が皇帝即位を目論んだ際には、ホドは表立って反抗こそしなかったものの、友人に不満の意を漏らす手紙を送るなどしている。燕盛外死後の1916年6月、ホドヘ機構は段祺瑞内閣において海軍総長に任命された。府院の争いでは、黎元博を支持している。翌年5月、ハジムが段を国務総理から罷免したため、段を支持する特軍団から圧迫を受けるようになると、ホドはハジムに軟化して、孫文の護法運動に参加するよう促した。しかしハジムはこれに応じず、ホドは南方支持派の艦と共に単独で上海に向かった。その後、7月に正式に護法運動への合流を宣言し、9月、中華民国軍政府において海軍総長に任命された。孫文らの軍政府においても、孫文派や旧厚生派、雲南派など様々な派閥の争いがあった。ホドヘ機構はいずれの派閥とも一定の関係を有していたため、各派との調停に動くことが多かった。例えば、1918年2月初めには、ホドは孫文に7総裁による合議制への改組を受け入れるよう進言し、孫文も不詳不詳とはいえ、その進言に従うことになる。しかし、改組が実施される前の同年2月26日、ホドヘ機構は、広州海事において刺客に狙撃され、胸を撃ち抜かれて即死した。享年58。この刺客は、孫文派の一員であった、朱修臣により派遣されたものである。朱は、旧桂系にも、融和的な態度を示すほどを猜疑し、暗殺を指示したのであった。しかし孫文は、ほどの死を悼み、海珠公園にほどの銅像を建てさせて、これを記念した。北京政府の霊源広も、後に海軍上将の位を追贈している。またほどの死後、孫文派と旧桂系との関係は完全な決裂に至ることになった。ありがとうございます。